というものをご存知でしょうか。一言で言うと米国株の株安警戒の鏡ですね。リックスは S&P500 が今後1ヶ月でどれくらい大きく動きそうか。こんにちは、ふえこです。今回はこちらの書籍、転換の時代を生き抜く投資の教科書という書籍について解説をしていきます。私は4年前から積み立て NISA を開始し、年収350万円、貯金40万円のところから資産1000万円を達成した方法について、この YouTube チャンネル節約オタクふえこで発信をしています。最近出した書籍、貯金はこれで作れますもよろしくお願いします。担当編集者さんの貯蓄率が 10% 上がった本です。概要欄にリンクを貼っておきます。ということで今回の動画を最後まで見ればこちらがわかります。投資をしたことがない、そして興味がない人でも面白く投資についてわかる、そして初心者さん向けの投資の始め方がわかります。まだ証券口座の開設をしていないという方におすすめなのが SBI 証券と楽天証券です。初心者さんが投資を始めるならこのどちらかの証券会社にしておけばまず間違いはないと言われている、そういう証券会社ですね。もちろん新NISA にも対応しています。私は SBI 証券と楽天証券の口座開設から新NISA の積み立てまでの手順についてですね、この動画を見ながらお手持ちのスマホやパソコンで操作をすれば積み立て設定ができますよというそんな動画も出しています。気になった方はこの辺か概要欄から見てみてください。また SBI 証券と楽天証券の公式サイトへのリンクも概要欄に貼っておきますので、気になった方はですね詳細を確認してみてください。今回の目次がこちらですね。最初にこの本を読むメリットについてです。その次にこの本の一部をご紹介しますということで、株って何というのと初心者向けの投資の始め方、そして恐怖のバロメーターと言われているビックスについての解説ですね。で最後にこの本はまさに投資の教科書でしたという話をしたいと思います。ということで、まず最初にこの本を読むメリット。まあ、この動画を見るメリットみたいなところもあると思うんですけれども、この本はですね、株価って何っていう人、そして株価はなんとなくわかるけど、説明しろと言われたらなんか難しいかもっていう、そのくらいのレベルの人であったりとか、常に投資、あるいはNISAを始めている人、あるいは投資について勉強し始めたけど、なかなか難しいなっていう方ですね。まあ、そういった投資の超初心者さんから、投資経験者にとってかなり有益な本になっています。著者は後藤達也さんという方でですね、元日経新聞の記者で X 旧 Twitter のフォロワーが63万人、そして YouTube チャンネルの登録者数が27万人、ノートの有料会員が 2.5 万人いるということで、すごいですよね。で特にノートでの解説は本当に参考になります。こんな感じでグラフも用いてすごく分かりやすく普段解説してくれているんですけれども、こういった経歴を見ると、元日経新聞記者の方か、自分は普段本を読まないし、なんかこの本難しそうだなって思った方いらっしゃると思うんです。でもですね、この投資の教科書という本はですね、かなり読みやすいです。私は今でこそいろんな投資の本であったりとか、お金についての本とか、ビジネス系の本を読んで解説をしたりしているんですけれども、26歳まで漫画ばっかり読んでいた人で、本は全く読まなかったんですよね。なので本がもともと苦手な人でした。そんな私でも、この本はですね、すごく読みやすいと感じました。読みやすいんですけど、ちゃんと中身は濃いんですよね。この投資の教科書のいいところは、文字が語り口調に近いんですよね。なので読みやすい。すごい堅苦しい文章にはなってないってことですね。あとは具体例がたくさんありますので、かつデータもちゃんとあるので、後藤達也さん本人がおっしゃっているように分かりやすく面白い内容になっていました。そして投資の教科書っていうタイトルになってはいるんですけれども、教科書的な説明っていうのももちろんあるんですけれども、それだけではなくて要はこういうことだよっていう説明がありました。なのですごい分かりやすいということで、あとはですね、この後藤さんの思考回路とか投資体験を追体験できるような内容になっています。ということで、この本のメリットについてはこの辺にして、この動画ではですね、株って何なのか、そして初心者向けの投資の始め方、ビックス、恐怖指数って何なのかについて順番に解説をしていきます。まず最初に株って何なのかという話なんですけれども、株式会社を起こすときはお金が必要になります。最初の資金を元手に材料を買ったりして商売をするわけです。この最初の資金というのは大きく2種類に分けられます。それが借金と株ですね。借金の方は銀行や知人からお金を借りる。そして株の方は資本とも呼ばれ、借金のように返済する必要がないものです。そしてこの株の方の話なんですけれども、この株を出資した人ですね、つまり株主ですね。この株主には大きく2つの権利があります。株主の権利2つがこちらで、利益の分配と議決権ということなんですけれども、利益の分配の方は出資額に応じて配当として会社の利益を受け取ることができる。そしてこれまで蓄積してきた財産も株主のものになります。そして議決権の方は会社の大事な経営判断を決めることができます。利益の分配については、もちろんこれから言うようなリスクもあります。そのリスク1つ目が、会社が大きく成長すれば配当や株価は何倍にもなるかもしれない。一
方で2つ目ですね、倒産してしまえば配当はもらえずに出資したお金も返ってこないですよという、まあそういう2つのことがありますよということですね。ということで株とは何かの説明は以上なんですけれども、この次は著者である後藤達也さんの会社を例にして説明していきます。著者の後藤達也さんは日経新聞の元記者なわけですけれども、会社を辞めてまあフリーとして活動した後に会社を起こしたわけですね。株式会社を作りました。この後藤さんの会社というのが資本金は100万円、代表取締役は後藤さん本人、株主は過半が後藤さん本人、株式の一部は親族が保有、そして大きな費用がほとんどかからないため銀行などからの借り入れはなし、そういう状態なわけです。後藤さんの業務は何なのかというと、 X、Twitter やノートでの情報発信やメディア出演ですね。つまり大きな費用がかからない業務になっているわけです。例えば大きな費用とは何なのかというと、家賃ですよね。店舗を構える事業の場合は家賃がすごくかかってきますし、あとは原材料費ですね。原材料が必要な事業の場合は原材料費もかかってきます。そして人を雇う場合は人件費もかかってくるわけですね。こういった大きな費用っていうのが後藤さんの事業の場合はかかりませんよっていうことですね。以上のような大きな費用がかからない場合、会社を起こすとなっても借り入れは必要ないわけです。これはですね、私も同じなんですよね。私今個人事業主ですけれども、法人化するとなっても後藤さんとほぼ同じですので借り入れはゼロです。 YouTube とかメディア出演というのが主な業務ですので、先ほど言ったような大きな費用はかからないわけです。後藤さんは現在、後藤さん本人が株主、経営者、実務をこなすプレイヤーという形で会社に関わっているというわけですね。知人が株主になったりしていないので一人で完結しており、シンプルですよね。さらに後藤さんは今後も知人からの出資を受け入れる予定はないとのことです。出資を受け入れると、つまり誰か自分以外が株主になると、先ほど説明したように株主に2つの権利が生まれます。利益の分配と議決権ということですね。経営者からすると、経営判断や事業運営について株主への説明責任が生じる。そして目先の利益に貢献しないし、長期的にもよくわからないけどやってみたいというようなプロジェクトが決めにくくなるというような影響が生まれます。これについて後藤さんは、これは健全な緊張関係かもしれませんが、自分自身の会社としては窮屈さも生まれます、以上引用ですけれども、まあ、そういうふうに書いています。ということで、株とは何なのかということについての根本的な部分の説明は以上です。投資の教科書では以上のように教科書的な説明というのと、具体例とか要するにこうであったりとか、メリットデメリット的な説明の両方があるので非常にわかりやすくなっています。そして次に株価とは何なのかという話ですね。最初に株式会社を起こすときに、株式会社を起こす人が、例えばですね、資本金は10万円、株式は20株を発行するとすれば、10万円割る20株で1株5000円になるわけです。この10万円や20株という数字は株式会社を起こす人が決めます。ということで、以上のような会社ができた時の株価は1株5000円になるわけです。例えば先ほどの会社に関してはこれから言うようになるわけです。もし仮に最初10株5万円で購入をしたとします。そして仮にその企業がどんどん成長したとします。最初は10株5万円で購入したんだけれども、誰かから10株50万円でもいいから欲しいんだよ、ちょうだいと言われれば10株50万円で売れるわけですよね。自分としては差額の45万円が利益になるわけです。っていう風な取引が発生すると、10株50万円で売ったということですので、1株5万円、この5万円が株価ですよということですね。株式会社は上場すると、東京証券取引所などの取引所で売買ができるようになります。逆にですね、上場するまでは先ほどのような10株50万円でもいいから欲しいといったやり取りをですね、個人間でやることになるわけですね。なので手間がかかってちょっと大変です。上場すればこの点が一気に便利になります。例えば1株5万円なら売っていいよという人と、5万円なら買いたいという人がいれば売買成立になるわけです。1株5万円という株価で株が売れた、あるいは買ったというわけですね。この株価について後藤さんは、株価は現在より未来を見て決まると書いています。今の価値と未来の価値って何なのっていうと、これから言うようなことですね。例えば今の価値というのは、その会社が今現金をどれだけ持っているかであったりとか、例えばレストランであれば建物とか内装の価値はどれほどかという、本当に今持っているその会社の価値ということですね。そして未来の価値とはどういうことなのかというと、レストランが今後どれだけ稼ぐのかということ。例えばミシュランガイドに掲載される大人気のシェフがいるっていうことなら株価は上がりそうですよね。逆に例えばリピーターが少ないなら株価は下がりそうですよね。こういった現在の価値と未来の価値というものがあるわけなんですけれども、投資家が見ているのは未来の価値です。その会社の未来を予想し、株の注文を出した綱引きの結果というのが株価なわけです。ここまで株って何なのであったりとか、株価って何なのについて解説
をしてきましたが、この投資の教科書という本では他にもいろんなことについて説明がされていて、例えば企業の決算書の見方であったり、バランスシートの面白さですね。これ決算書読めるようにならないといけないんだけど、なかなか勉強が進んでないなっていう方とか、バランスシートってなんか大事らしいけど分かってないなって方いらっしゃると思うんですよ。で、そういった決算書とかバランスシートについても教科書的な説明だけでなくて、具体例とか要するにこうとか、メリットデメリット的な説明っていうのが両方あるので、超わかりやすくまとめられています。気になった方はぜひお手に取って読んでみてください。で、ついでなんですけれども、私こちらの動画のように普段日本高配当株の動画を月1回出しています。先ほどちょっと言ったような決算書の見方であったりバランスシートについてはですね、会社に関わる社会人であれば必須の教養なのはもちろんのことなんですけれども、それ以上にですね、私個人的には財務優良な日本の高配当株を探すためにも知っておいた方がいいんじゃないかなと思います。こういった財務の知識というのは役に立ちますし、何より面白いんですよね。ですので、この投資の教科書という本は高配当株をやるために勉強したいけどなかなか難しくて頭に入ってこないとか、なかなか始められてないという方にもぜひおすすめしたい本でもあります。次に初心者向けの投資の始め方についてですね。新NISA制度については私自身はすでにたくさん情報発信してしまっていますので、この動画では割愛します。最近出した動画ですと、こちらの動画が新NISA についてよくまとまっていると思いますので、気になった方は見てみてください。この辺か概要欄に貼っておきます。この投資の教科書という本でも、新NISA制度自体の説明はさらっと書いてあるのみです。それよりも、投資信託とは何なのか、であったり、どういった戦略が良さそうか、という投資自体の中身について語られている本になっています。後藤さんは投資を始めたい人に向けてこれから言うように書いているんですね。投資を始めたい人へということで、まず一番大切なのは投資詐欺に気をつけること、これ大事ですね。そして基本的にはネット証券がおすすめ、実際にやりながら調べていく方が理解が早いと思う。そして基本的にNISA、iDeCoを活用すべき。そして長期運用、地域、買うタイミングの分散がいいですよという、まあそういう風に書かれていました。こちらについて順番に解説していきます。まず最初に投資詐欺に気をつけるということですね。投資詐欺は一番最初に気をつけてほしいことと後藤さんは書いています。私もこちらの動画にしたんですけれども、投資詐欺の最新手口についてまとめた動画ですね。こちらの動画について気になる方は概要欄のリンクから見てみてください。こちらの動画でもちょっと説明したんですけれども、こちらの画像のように私の写真を勝手に使って LINE に誘導するという詐欺があります。こちら偽物ですので絶対に登録はしないようにしてください。私だけではなくて後藤達也さんのような著名人を語る詐欺っていうのも最近すごく増えてきているみたいです。そういった著名人を語る詐欺以外にも本当に投資詐欺っていろんなものがありますので、もしですねこれ大丈夫なのかなとか詐欺かもしれないと感じた時はですね、相談するというのがすごく大事です。こちらも概要欄にリンク貼っておきますけれども、金融サービス利用者相談室に伝えるであったりとか、証券取引等監視委員会情報提供窓口に伝える、そして電話番号188という消費者ホットラインがありますので、そちらに相談してください。そして次がですね、証券会社はネット証券がおすすめということで、私もそうなんですけれども、著者の後藤達也さんもネット証券をおすすめしています。証券会社についてなんですけれども、手数料が安いため基本的にネット証券がおすすめで、具体的には SBI 証券、楽天証券、マネックス証券、au株コム証券、松井証券などですね、いくつかチェックして自分が使いやすそうな証券会社を選べば OK と後藤達也さんは書いています。口座解説をした後に株とか投資信託を買いながら疑問点を調べていくというのがおすすめです。著者の後藤さんはいきなり分厚い教科書を読まされるよりも、実際に手を動かして感じた疑問を調べていく方が圧倒的に理解が早いと思います、というふうに本の中で書いています。これには私も完全に同意です。私も5年前に株価って何というところから投資を始めました。取引を始めるといろんな疑問が出てきます。そして実際にですね、私の実感としても疑問が出てきてから調べる方が頭に入ります。そして投資を始める前は難しくてなんだかよくわからなかった説明というのがわかるようになるんですね、っていうことがありますので、投資はやりながら調べると理解が早くなります。次が後藤さん自身の投資についてですね。後藤さん自身はこちらのような投資を行っています。NISA、iDeCoを活用して長期運用、そして地域、買うタイミングの分散ですね。かなりスタンダードな投資戦略です。これなんでNISAとかiDeCoを活用した方がいいのか、なんで長期運用なのか、なんで地域や買うタイミングの分散をした方がいいのか、という根拠についてですね、私の動画では類似の内容を何回も説明済みですので、今回は省略します。もちろん投資の教科書にはちゃんと理由も書いてありますので、気になった方は読んでみてください。あとは私のこちらの動画でも解説していますので、気になった方は見てみてください。
次が恐怖のバロメーター VIX についてですね。皆様 VIX 指数というものをご存知でしょうか？あ、もう知ってるよという方もですね、これを機に復習しておきましょう。一言で言うと米国株の株安警戒の鏡ですね。ということで投資の教科書より引用ですけれども、 VIX は S&P500 が今後1ヶ月でどれくらい大きく動きそうかという投資家の予想を数値化したものですね。オプションという株価の乱高下に備える保険のような金融商品があり、その取引状況から恐怖感が測れるというものですね。こちらは後藤達也さんの YouTube から引用した西暦2000年以降の VIX と S&P500 です。 VIX が赤色で S&P500 が緑色ですね。 VIX が増えたところで S&P500 が下落したということがわかると思います。リーマンショックとコロナショックというところで VIX がですね、すごく数字が大きくなっているんですよね。で、その部分でもちろん S&P500 も下落しているということなんですけれども、まあ、こちら後藤達也さんの YouTube から持ってきた画像なんですけれども、後藤達也さんの YouTube も非常にわかりやすいです。すごくおすすめです。概要欄にリンク貼っておきます。ということで VIX ってどんなものなのかというと、株価が近いうちに急落しそう、落ちそうと考える人が増えると VIX は上がる。そして株価が近いうちに急騰しそう、上がりそうと考える人が増えると VIX は下がるという、まあ、そういった傾向にあります。一つの基準がですね、 VIX が30以上かどうかですね。この VIX が30を上回ると危機モードというイメージですね。逆にこの VIX が20以下の時は楽観ムードで株価が高くなりやすいというイメージですね。じゃあ VIX が20以下の時は楽観ムードなんだから、20以下の時に株を買えばいいんじゃないかと思う方もいらっしゃると思うんですけれども、そこまで単純ではないんですよということなんですね。 VIX が20以下の時は何が起こるかというと、20以下が続いている時は株高になりやすいです。でもですね、そうやって続いていくと楽観が過ぎるんですね。楽観が過度になってきている。で、それによって株を買いすぎてしまう、そういう人が増えていきます。結果、後で反動が来やすい状態になってしまうわけですね。もしこんな時に下落が来れば、多くの人がより売却することになります。そうすると下落が強まる可能性もあるわけです。こういったことがありますので、要はですね、 VIX は恐怖感が測れる重要な数値なんだけれども、一方で VIX だけで投資判断をするのは危険というわけですね。ということで、以上のように株って何なのか、そして株価って何なのか、初心者さん向けの投資の始め方、そして恐怖指数 VIX について解説をしてきたわけですけれども、この本投資の教科書では他にもたくさんの考え方や事例を用いて解説をしてくれています。私も投資5年目ということで、様々な投資の本を読んできたんですけれども、中でもこの投資の教科書という本は非常にわかりやすい本だったなと思います。超参考になりましたので、気になった方はぜひお手に取って読んでみてください。ということで、今回の動画は以上です。参考になった方は高評価、チャンネル登録していただけると私のモチベーションになるので嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。